FC 岐阜背番号42柏木陽介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、完璧に崩したような展開だったんじゃないかなと思いますし、そうですね、まあ、前節 の、 その福島戦でもこうやって自分が決めたのも誰かがこう走ってくれてるから開くっていう、やっぱ人のために動かすっていうことが少しできるようになってきたんで、こうやって流れの中で点を取るシーンが増えてきたのかなと思います。レセギ後初ゴールいかがでしょうか。そうですね、本当にあの初先発でゴール決めることができできたのはすごい良かったですし、サッカーはその90分間ほぼ集中した状態でプレーし続けなきゃいけないっていう。今チャットの方でですね、バスの中では何してるの？なんかまあボンバーマンとかみんなやってたりまあみんな本読んだりするやつもいれば、はい、で僕は基本的に最初ボンバーマンちょっと付き合ってやったんですけど、はい、こういうとこでなんかこういうの引っ掛けられたりする、ね、いいっすね、たり、はい、まあまあ胸ポケもついてたり、うんうん、なんか一応なんか僕 T シャツでもポケットあったりじゃないかって言って、ここにポケットついてたり、ちょっとなんかお金だけ小銭とか入れれるように。ここですか。そうそうそう、すごっ、ありがとうございました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。